やはり前に嗅いだ時と同じだ。お前には何か他の奴とは違うものを感じる。お前、何か特殊な力があるんじゃないか。そういうことだ。お前自身分かっていないようだが、何か特殊な力があるなら巨人との戦闘で役立つかもしれん。俺の花のように。どういう力か確かめたい。俺が見てやろう。ああ、お前が兵士としてやっていくなら、他人と違う才能を見つけ伸ばしていくべきだ。思いつく限りの手段で力の正体を探ってやる。厳しい特訓になるかもしれんが、目を上げるんじゃないぞ。いいな、始めるぞ。今日の訓練内容は、ミケ、その子に何をしているんだ。まさか直々に訓練をつけてあげてるとか。そうだ、こいつには特殊な力がありそうなんだな。ああ、匂いで何か感じたってことですか。そういうことなら俺たちも協力しますよ。そうか、お前もそれでいいな。ああ、ナナバもゲルガーも腕の立つやつだ。ナナバ、ゲルガー、交代だ。ミケ、新兵にこの訓練は酷じゃないのか。こいつもうボロボロですよ。一通りの訓練をしてみたが、未だに力の正体が見えん。よく言った。そういうことなら、よし、次の任務は俺と一緒に参加しろ。実戦でこそ発揮される力もあるだろう。それでも分からなければ、少し違った切り口で探ってみよう。任務は成功だ。よく頑張った。お前は見どころがある。まだ未熟な面もあるが、兵士としての資質は十分だ。残念ながら実戦の中でもどんな力か分からなかったが、引き続き特訓を重ねて探っていくとしよう。今後も期待しているぞ。来たか。では早速特訓の続きだ。今日は切り口を変えてみる。この場所で他の兵士がしている雑談を聞き取り、逐一俺に報告するんだ。それは良かった。ならばゲルガ、お前たちも同じように聞き取って報告してくれ。え、なんで俺たちまで。ミケにも考えがあるんだろう。やるしかないよ、ゲルガ。集中しすぎて頭痛が。ミケさん、何か分かりましたか。ああ、こいつとお前らを比べてみて確信した。どうやら特殊な力の正体は、細かい音まで拾うことができる超人的な聴力だ。は？ミケ、仮にそれが正解だとしても、巨人との戦いではあまり役に立たないんじゃないか。いや、そんなことはない。いくらでも使いようはある。ああ、今までより情報の伝達がはるかに容易になる。いや、深淵弾を使えばいいじゃないか。確かに状況によっては口頭伝達の方がいいけど。とにかくこれでお前がどういう力を持っているかは分かった。あとはその力をどう生かすかだ。頑張ってくれ。